ね、動物の分類についてもねあと植物の分類もちょっとだけ見ていきましょうかねまずね動物動物の分類ってどう思います動物の分類ってどう,やるどうやればいいと思います動くものってさ思いがちだけど植物だって動くでしょね光の方向いたりとか花開いたりとか植物だって動くんですよだから動物の共通形質って結構難しくて今どういうケースあの動物の間で共通形質があるかっていうと例えば、えっと、コラーゲンみたいな細胞外マトリックスとか あとは細胞と細胞の接着の仕方とかなんか教科書に出てくるでしょ接着の仕方とか、えっとかそういうところしかもうね共通ケースってあんまりなくてあとはもちろんねあの分子的なあの延期破裂的なデータしかなくて動くものが動物ですっていうのはねもうねもう古すぎるもう,こもう古代ギリシャぐらいの考え方なんですよね実際あの一番原始的な動物一番原始的だって言われてる動物の一つ海面動物なんていうのは古代ギリシャでは植物に分類されてた海面動物は昔ね だから、えっと、まあ、と、小学生と小学校とかで、動物はどんな生き物ですかって言われたときに、動く生き物って言うよりは、ね、あの、細胞外マトリックスに共通性のあるね、あの、一群のグループですって言った方が、まあ、ちょっとわかあの、なんていうか、はっきりするんですね。で、動物どんな動物がいるかっていうと、まあ、いろんな動物がいて、で、それぞれね、学名ついてて、学名っていうのはね、もちろん教科書でやったみたいに、あの、俗名と種えで同じ俗名じゃなかったら、違う俗名だったら、 同じ種証明使っていいから絶対学名って俗名と種証明をセットにしなきゃいけない、ね、もちろん命名者はつく,つく,つく場合もあるけどでそんなねあの学名がいろんな生物についててでそのたくさんいる動物たちを塩基配列のデータまあリボソーム RNA を使うことが多いですけどあのリボソーム RNA って全生物持ってるししかも変異の速度が遅いんで、えっと、なんだ遠い生き物間で比べられるしあとなんていうの俺たちってさ主観でさなんか。 えっと羽の色とかさひれの形とかあの特別な形質をさえっと特別な形質をなんかこう主観で選んじゃいがちでそういうことがないから遠距離配列を見るってそういう俺たちの主観が入らないから結構客観的になんていうか動物の比較あの生物同士の比較ができるとかねあとまあ細胞1個細胞1個さえあればそこからねあのゲノム情報を得られるとかいろいろメリットはあるんだけどだから今ねえっと俺たちは形とか動く動かないとかではなくて遠距離配列でね動物を分類してます。 で一番原始的な動物が海面動物だね海面動物ってねなんか昔ニュースでね深海にねこんななんか、えー、異常な形をした動物が暮らしていたなんてねあのえっ、ー、となんかニュースがあったけどそれ海面動物だったねもう海面動物ってねいわゆる小学生のイメージするような、えー、と形してないんですよあの、まあ、ネット検索すればわかるけどでいろんな海面動物行って、まあ、テストに出るのはね何とか海面って海面ついてるから別に間違いないんだけど、まあ、一番面白い海面動物は海楼洞ね。海楼洞穴って言ってあの 結婚式のスピーチとかで、海イ凍結の誓いとか言ってね、あの一緒に年を置いて死ぬまで一緒っていうあの、えー、と言,葉言葉があるけど、海イ凍結っていう海面動物の中に、なんかね、夫婦でエビが入ってね、仲良く暮らしてるっていうね、面白いね、海面動物もいるんですよね。とか、少し進化して、司法動物。司法動物、あの海面動物はね、もうね、明確なね、俺たちがよく言うね、組織って持ってないんですよ。真の組織は持ってないんですよ。だけど、えー、と司法動物、ヒドラーとかイソギンチャクとかクラゲになると、まあ、クラゲなんかね、 三在神経系と言いながらちょっと神経細胞が集まったようなところを持ってるんだけど三在神経系を持つようになってであの細胞の分化も始まってねもちろんねあのえっと四方動物になるともうちょっとあの高,高等になってきます海面動物無胚葉だけど四方動物二胚葉性で面白いねいねヒドラなんか刺し方面白いからね資料書で見,てる見るといいですよね面白いとかで四方、えっと、動物はそういうふうに三在神経系で決まったね脳とか神経節って持ってないんだけどい そのその後ねえっと旧硬動物進行動物の根元恐らくそこら辺で脳とかね神経節が生まれた脳とか神経節って何かっていうとニューロンがギューニューロンがたくさんたくさん集まってる、えっと、中枢が生まれたでまあ旧硬動物から見ていくと旧硬動物っていうのはねえ原稿がそのまま口になるような動物たちが分類あのそこに属してるけど原稿がそのまま口になるような動物たちが属してる旧行動物についてまず見ていくと旧行動物のね管理動物とか脱皮動物 この管理動物ってもちろんね、あの食手管、えー、餌取るための構造、食手管とか、あと脱皮動物は脱皮するっていう、もちろん意味から来てるんだけど、えーと、注意してほしいのは、脱皮動物って言ったからって、脱皮する動物を集めた脱皮動物って名付けてるわけではないんですよ。あくまで基本的に塩基配列をもとに全部分類して、塩基、えー、配列をもとに分類してで、脱皮してる動物が多かったから、脱皮動物って、ね、名付けた。なんかあの ヘビだって脱皮するじゃないですか。ヘビは脱皮するから脱皮動物に含めないんですかっていうのはそうじゃなくて、ヘビと、えっと、何、接足動物の DNA 的な延期配列見たときにあの違うでしょっていうふうに分類してるんで、管理動物は、ね、別に触手感持たない、触手間、えっとを、明確な触手管持たない動物も管理動物にいるんで、管理動物ねあの、どんな動物がいるかっていうと、例えば軟体動物、ね、カタツムリとかね、まあ、カタツムリ、ナメクジはね、まあ陸、陸上だよね、陸性で、まあまあ、ちょっと、えっと、特殊だけど、でもね、あと、 貝類ねあの貝、貝ね、あのえっと、とか、等、え、速、っと、類イカとかイあ、イカとかタコ、オウムガイとかね、基本的に軟体動物ってね、外糖膜っていう膜持ってて、それって貝殻を分泌する組織なんですよ。だけど、イカとかタコとかはもうね、その貝殻はもう完全になくなってるか、体の中にしまわれてるからね、あ,のあんまり目立たないんだけど、まあねあのえっと、貝なんかね、ちゃんと貝殻持ってるっね。それ貝これそれって その貝殻って外套膜っていう面白い組織が分泌して作るんですよ。あ、でもオウムガイはね。オウ,オウムガイはちゃんとね、あの殻、分かるよね。オウムガイは、あのオウムガイは、えっと、原生のた多分、確か原生の等速光で、オウムガイだけが多分、えっと、殻持ってるかな。ね。オウムガイ、僕、水族館行ったらね、オウムガイ行ったらずっとオウムガイ見てますけどね、結構、なんていうか、魅力的な生物ですね、オウムガイね。とかね、あと何、ホタテとかね、貝持ってる貝殻があるでしょ、ホタテ,ホタテとかね。であの、ホタテのさ、 縁にさ、黒い点々点がいっぱいついてるでしょ。あれが全部目なんだよね。面白いでしょ。ね、気持ち悪いかな、ね、面白い。舐めくチなんかでもカラーは失ってるかな、ね、みたいなね、軟体動物ね、ね面白い動物いっぱいいます。軟体動物。変形動物のプラナリアも面白いですよね。プラナリアの分裂する実験見たことあるよね。ねプラナリア、面白いです。プラナリアは、ね、の対抗がないけどね、無対抗だけど、多分先祖返りと見なすことができる。その無対抗はね。対,あの対抗って、えっと、体の中にあるスペースのことね。 でプラマリアも面白いんだよねプラマリアも面白いんですよね体表からね、えっと、ガス交換してるからただから多分らべったいんだよねでまあ口から、えっと、食べ物を食べてで、まあ、消,化し消化しきれなかったらまたその同じところから出てくるっていう、ね、面白いプラマリアねで先端にはね、えっと、神経節脳があります、ねまあ、脳って言ったり神経節って言ったり、まあ、本によってあれだけど、えっと、神経細胞の神経細胞が集中した場所があってまあ中性的な働きをしてるだけど面白いのは プラナリアの記憶が一体どこに保持されるかってね、今ちょっと面白い研究いっぱいあってね、まあ、ちょっと面白いですね、プラナリア。輪郭動物も面白い。輪郭動物のワムシ見たことあるかなもうね、俺ね、顕微鏡で初めてワムシ見た時ね、ずーっと見てたね。なんかね、口のところのさ、あの、何、洗毛がさ、動いてさ、輪っかが、えっと、車輪が回ってるように見えるんですよ。口の周りの、えっと、洗毛の動きで。だから、あの、何、車輪が回ってるように見えるか、その口の周りで、車輪が回ってるように見えるから、輪郭動物って名前が付けられてるけど、そのワムシのね、 わムシのね、あそこのところをね、口元をね、ずっと見てるの楽しいですよね。なんでこんな生物が生まれたんだろうと思ったね。なんかね、マジでメカニックメカニカルなんかね、メカっぽいんですよ。機械っぽいの。何これみたいなね。いや、わムシおもいですよね。あとこれ、ちょっと全然あれなんだけど、あの、1億年ぐらい無性生殖やり続けてるっていうね、わむね。面白いでしょ。ね、考なんか、えー、っと、輪型動物ね。もあの、わむし、おい。なんもう有性生殖する気ねえのかみたいなね。面白い、わムシ 何、ねか,ミミか,ね、かあの小さい輪っかがい,いっぱい見えるから関係動物って名前が付けられていますミミズとか土食ってますよね誤解はあなたとの関係は誤解ですっていう語呂合わせがありますよ、ね、関係動物誤解昼もね面白いんだよね昼に俺今多分ね俺まだ昼に血吸われたこと多分ないんだけど、まあ、まあ田舎にはねえっ、ー、とたくさんヒルがいてまあ俺も 自分自身はないけど全然周りにあのヒルに血を吸われた人いっぱいいるしえっと面白いねあのヒルジンって物質出して血が固まらないようにして血を吸い続けるんだよねヒルってねだからそれを利用してすげえ昔から硫黄ヒルあの医学の医療ヒルっていうのがいっぱいいていっぱいえっと飼育されてて血を抜くのにね今でも使ってるっていうんですよね面白いですよね天然のヒルは確か寄生虫かなんかがいて危ないんだけどこの医学用に血を抜く用のヒル,ヒルってねあのさっき言ったヒルジンっていう物質出して どんどん血を吸ってくれるんで結構使われてるうっ血って言ってねえなうっ血かなうっ血だよねえっとなんか静脈血かなんかがもう溜まりすぎちゃって血抜かなきゃいけないって時に硫黄肥料ねあの今でも使ってるって言うんですね面白いっすね関係動物っすでかこの軟体動物変形動物臨形動物関係動物がね関臨動物に分類されてでもう一グループあって休耕動物にはもう一グループあって脱皮動物ね、さっきも言ったけど別に脱皮する動物を集めたわけじゃなくてこれ分子データに基づいてるんだよ分子データに基づいてるんだよ 脱皮動物は、線形動物、生息動物。線形動物はやっぱりーエレガンスが有名ですよね。まず、あの線虫ね。線虫とかね。C エレガンスっていうねもう、えっと、遺伝子が1000個ぐらいしかなくて、細胞数もね、950何個ぐらいの,細胞,数の細胞の系譜が分かってる。なんていうか。この細胞が分裂して、分裂して、で、この細胞はこう分裂して何になっていって、こっちの細胞はこう分裂して何になっていってっていう系譜がもう分かってるっていう。確か多細胞動物の中で最も 一番初めにゲノム解読されたのはこのシーエ l ガンス。だすごくね、実験生物の中でめちゃめちゃ有名なんですよね、戦中ね。あと、節足動物はもう地球の,地球の支配者ですよね、一見ね。多分ね、宇宙人が地球見たら、あ節足動物の星じゃんって思う,思うと思うよあの。それほど節足動物って、一番、現時点で一番種が見つかってる動物だし、幻、ま、覚、あ、生物とか考えたら幻覚生物の方が多いのかなとわかんないけど、でも節足動物ってものすごい、えっと、多様化してて、大成功してるんですよね。えっと 飛ぶようになったの、飛ぶ、初めて飛べるようになったのも、節足動物ですよね。で、さあのフジツボとかね、亀の手とかねあの、一見動物に見えないような、一見動物に見えないような生き物も節足動物の中にはいます。あとはもちろん昆虫とかね、えっと、甲殻類とかいっぱいいるけど、クモとかね、なんだっけ、えっと、フジツボとかね、面白いんだよ、フジツボって、あれ、なんかね、口んところにね、餌をこう、蹴り込んでる、蹴り込んでるみたいなね、逆立ちして。 そんんな構造してるんだって、ね、っててねねツボ面白いっすよね <laughs> だからなんか一見フジツボって動物に見えないじゃんでもガチガチの動物なんだよね面白い逆立ちしてんだって面白いねあまあまあなんていうんまあ見方ねあ,のある見方をすればね面白いね節足動物ねめちゃめちゃこの節足動物の,進あの大成功の理由は本当にあにボディープランだねボディープランあなんていうのえっとえっと関節のある付属子っていう確か語源かな節足動物の語源は確かえっと ががあっててそこに付属がついてるんで、すよ。で体節を増やしたり減らしたり、あと付属詞に特別な機能を持たせて分業させたりとかして、もう、あの、えっと、えーと、ムカデなんかがわかりやすいじゃん。あの、体節がいっぱいあって、足が生えてて、あの、付属詞がついてて。だからあれ、あれを、つまり、付属詞一つひと付属子に機能を持たせて分業するんですよ。で、なんだ、進化的な、えー、課題に合わせて、 大切な数を変化させ,させたりとか、付属紙に機能を持たせたりとかして、もうすげえバリエーション豊かな、えっと、ボディープランを持ってしあの、多様化してきたんですよ、この地球上で。だか接動物ってものすごく、なんていうか、大成功をそれで収めたんですよね。こう、どうとでも、どうとでもカスタムできますよみたいなパーツを、ブロックをこう何個もつなげてるみたいな、そんなイメージそ。その、そのボディープランはマジで大成功だったんですよね。すごいですよね。で、接続動物。で、 彼らが急行動物で、で、進行動物は折り立ちも含まれます。ね。極秘動物と、えっと、脊索動物俺折り立ちね。で、脊索動物の一部のね、脊椎動物とは、脊椎動物が折り立ち。で、極秘動物の極って、あれって棘っていう感じで、棘って書くんですよ。で、その極秘動物ね、あの、それはなんでかっていうと、もちろん、ウニがね、ウニに棘があるから、極秘動物って言います。あとは、ヒトデとかね、ナマコとか、それ全部極秘動物です。えっと、ヒトデとか、ウニもね、ヒトデってあの、えっと、 五放射曹昇じ,じゃん、あの、明らかに。えっと、でウニも上から見るとね、五本の線が見えたりとかするんですよ、ウニってあの、ウニによっては。で、ナマコも輪切りにすると、中見てみると、えっと、五角形のね、空洞が見えたりするんですよ、ナマコも。だから、面白いね、拒否動物、五放射曹昇の面白い動物たちです。まあ、ストんでるときもね、その辺の特徴が出ますけど。あと、そのもう一つグループが脊索動物で、脊索動物の一部が脊椎動物で、その脊椎動物の 一部がね、我々ホモサピエンスなわけで、わかった今までずーっと見てきたけど二3分ぐらい見てきたけどどんだけ俺た,ちの俺たちがマイナーかっていうね、あのものすごい小さいね、もう超閉鎖的なグループなんですよね俺たちって、ね、面白いですよねでセキサ同じ脊索動物にはホヤもいますホヤって見たことある人はねえっホヤが俺たちに近いのって思うかもしれないけど一応ねホヤもねホヤの、えっと、妖精ってえ、えっと、ホヤの赤ちゃんの頃ってオタマジャクシ型なんですよね面白いね なんていうね、いろんな生物たちがえっとこの地球上にいるんですね。面白いですね。植物のえっと植物の分類もえっとまあほとんど分かってないからね、あんまりここで喋ることもね特にないんだけど、でもねあのえっとシャジックえっとシャジモからえっと進化してきたとは言われててえっと。 もちろんクロロフィル AB を持つっていうのの根拠の一つで、まあ、これは入試に出るけどあとは何精子の弁網の構造とかセル,ロース合成セルロース合成タンパク質の輪っかとかあとはだ細胞質分裂装置とかペルオキシソームの中の構造とかもういろんな証拠があってあおそらく社畜、えっとね、モから、えっと、植物陸上植物は進化してきたんだろうなは、ねまあまあえっとみんな信じて,信じてます。 だけどそこからはもうよく分かってなくて例えばシルルキの地層から、えっと、クックソニアなんていうね最古の,、えっと、の植物化石が出てるけどクックソニアってなんか、えっと、二股に、ね、あの分かれてで先端に胞子をつけるっていう変な形しててそれってコ、まあ、苔植物っぽいって言われてもうちょっとんってねあのえこれ胞子体なのみたいな、ね、ちょっと、ねえっと、疑問点結構あって。 まあ、おそらく苔植物が初めに生じたんだろうけどそのね、えっと、どういう植物が生じてそこからどう苔、シダ、ね、種子って進化していったのか結構謎が多くてまだ分かってないんですねだ。クックソニアにも一応気候があってで、まあえっと、通道組織っぽいものがあったらしいけどでもまあ遺貫則は、ねちょっとえっと、認めてないですね。あの遺 ととははを持ってていいたとは一応認めてない、まあ、あの本によってはね解釈いろいろあるけどだけどまあクックソニアが知ルるキだけど知れる木だけどもっとね前の地層もっと前の地層とかにオルドビスキとかになんかね胞子っぽいもの見つかっててそら,らく植物,の植物の陸上進出は知ルるキよりももうちょっと早かったんじゃないかと言われてるけど、まあ、まあ教科書に合わせて知ルるキが植物の陸上進出ってことが多いからね。 あとは、まあ、植物は、まあ、よくわからないことがいっぱいありますよね。例えば、ダーウィンがね、忌まわしい謎だってね、忌まわしい謎って呼んだね。被子植物の出現もよくわかってないんですよ。もう、重複じゅ、重複受精とか、えっと、花、花、花とか。もうね、いろんな形質がね、一気に現れて、もう突如として、白亜紀に。被子植物が出現したように、一見見えるんですよね。 進化って一歩一歩起こるってダーウィンは考えてたからもう訳わ,わかんねえなんでいきなり死色山っていうものが突如として、えー、と現れたのかマジ訳わ,わかんねえっていうふうにダーウィンが言ったって言いますね。まあ、とかね、まあ、いろんな分類の分類についてのね話をしてしまいましたがまあまあ,自分た自分まあ自分たちでもねいろんな生物ね絶対調べながら勉強した方が楽しいから、まあ、資料集とか、まあ、資料集、まあ、資料集に写真がいっぱいあるって楽しいし まあ、いろんな生き物、えっと今は、ねまあ、ネット検索とかいろんな本があるんで、まあ、ぜひ、ね、いろいろ調べながら、ね、あとはまあ教科書に出てきたものから、ね、あの調べていくといいかもしれません、ね、ちょっとなんかテストに出る話出ない話、ね、あの関係ない話もいっぱいしちゃいました、ね、あの生物の分類でした。